皆さんこんばんは。お休み前のひとときに夢の中まで古典文法。本日はこちら、ゾウナムヤーカーこそハーモー、そんなに甘くないということで、この形助詞暗記のテンプレを知っていてどこまで通用するのかっていうのが今回のポイントです。早速ですが問題に回答してみましょう。さあよろしいでしょうか。意外と歯ごたえがあったのではないかと思います。早速解説をしてみましょう。1番からです。お供して下り立てまつれとのお迎えにこそとありますが、この問題はしっかりとチェックを入れるポイントとして、にこその形にチェックを入れられた人、この人一発で見抜けちゃったはずなんですよね。にこそって下に、はい、何かが省略されているんですが、暗記できてますか？まあ 100% こうだというわけではないですが、普通あらめが省略だよねって、これ絶対に暗記しておかなきゃいけないポイントですよね。何の分野で出てきたかっていうと、かかり結びの結びの省略という分野で出てきたんです。っていうことは、このこそはかかり結びしているっていうことになりますので、間違いなく1番の選択肢は形助詞だって言えちゃうんですよね。まあこういう知識をしっかりと結びつけてあげられるかどうかっていうのが一つ目の正解のポイントでした。さあ2番いきましょう。互いに語り合わせなんとのおおんことに、はい、この問題の着眼点はまずナムの上についている語り合わせにしっかりとチェックを入れてあげることが最初のステップですよね。少なくともこの下二段動詞は未然形かあるいは連用形になっているということは、未然形プラスナムの形だったら願望の終助詞で手欲しいって訳すし、連用形プラスナムであれば脅威プラス水曜とか脅威プラス石ぐらいで現代語訳をするはず。いずれにしてもこの時点で2番が答えにならないということは、ナムの接続を意識してあげれば絶対に求められるはずなんです。これすごく大事なポイントですよね。でちなみにナムの下にトが来ているので、今回カギカッコがつけられそうです。ってことで連用形をチョイスしてあげてナとムに分解します。上のナが脅威の助動詞で、まあ、鍵括弧の中にあるということで石ぐらいで解釈をしてみると、お互いに話をしよう、お互いに話をしたいということで、文脈的にもぴったりつながるのではないかということですね。まあ、削除できれば十分ですが、そこまでしっかりと取ってあげてください。さあ続いていきましょう。3番です。つくづくと人とせを暮らすほどだにもこよののどけしやと、この選択肢は正直言って後回しがいい気がします。っていうのも、文末に矢が出てきた場合、2通りの助詞をイメージしてほしいんです。一つはもちろん今回出てきている形助詞ですね。で形助詞だった場合は疑問か反語の意味を持つので、まあ、直訳をつなげてみるんだったら、つくづくと1年を暮らしてきたことでさえこよなく穏やかだったのかっていう、こう誰かに聞いているようなイメージで疑問として取ることも可能性としてはありえますよね。鍵括弧がついていない字の文に見えているので、まあ、ちょっと不自然かなっていう気はするんですが、これだけで疑問の可能性を排除するのは前後の文脈がなさすぎて正直言って厳しいです。でもう一パターンは、文末に出てくるやって英単の終助詞っていう可能性がありますよね。英単の終助詞は何々なーとか何々よーくらいの訳出、つなげてみると、つくづくと1年を暮らしてきたほどでさえこよなく穏やかだったなーって結構しっくりきちゃうんですよね。ってことは、疑問なのか英単をここで頑張りすぎてしまうのは正直言って得策ではないでしょうね。それが大事なポイントです。まあ、なので3番は、後回しかなと思ってスライドしましょう。4番いってます。愚子立てまつらんとはいかでか申すべきと、はい、これは絶対に正解を取らなきゃいけませんよね。少なくともいかでかっていうところが単語レベルでどうして何々かっていう疑問詞であるということをすぐに見抜かなきゃいけません。ってことは、
こいつ自体が疑問詞なわけで、その中に含まれているか、当然疑問の形助詞に決まってますよねっていう、これは解きやすいですし、さっきの3番なんかに時間を使っている暇があるんだったら、やっぱり一撃で4番を正解の選択肢として選んであげるべきですよね。まあ、よってここで答えが出揃ってしまうので、結論からするとこの矢は詠嘆の矢、穏やかだ、落ち着いていたなーっていう詠嘆の終助詞として現代語訳するっていうことが後付けで分かってあげれば十分ですよね。では最後いきましょう。5番も見ておくと、これ3つ解く、マイラなんとおぼす、またナムが出てきましたので、さっきと同じです。チェックのポイントとしては、上のマイラにチェックを入れてあげれば、今度は未然形が確定するパターンになってますね。上が未然形についていた場合は、ナムがこれ同じく鍵括弧の文末にあって、はい、願望の終助詞であるということが、これは比較的すぐに見抜けるのではないかと思います。ということで、しっかりとね、形助詞に見せておいて違うものをいかにして排除していくかっていうポイント、おさらいしながらお休みいただければと思います。皆さん良い夜を。おやすみなさい。